はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、血液のがんで骨髄移植をするとですね、まあ、提供者さん、ドナーさんですね、ドナーさんの細胞が患者さんの細胞とですね、馴染むまでに様々な副作用ができてきます。でその副作用を抑えるためにね、免疫抑制剤を飲みます。でその副作用が出る時間というか、まあ、時期はね、それぞれ、まあ、期間はね、人それぞれなんですけども、免疫抑制剤を飲む期間も人それぞれになります。まあ、僕よりも遅くに退院された患者さんでもね、もう早くも飲み終えた患者さんもね、いらっしゃいます。僕はね、副作用が出てるんで、まだ飲んでるんですけどね、まあ、去年の5月頃やったかな、この背中が、こっちの右の背中がね、一時期痛くなって不安でいっぱいやったんですけども、これもいつの間にかね、なんかちゃんと収まってて、っていうね、その体のあちこちが痛くなるという症状がね、多々ね、あったんですけども、これね、また出てきました。以前はね、この右半身を中心に出てきてたんですよ。足が痺れるとかもそうだと思いますしね、その、この前のその5月の、この右肩の後ろが痛いとかね、があったんですけども、今回はね、左半身です。こっち。これはね、副作用だと思ってるんですけどね、最近気づいたことがあるんです。このまあ、以前は右半身が痛くなった時と、まあ、今回の左半身が痛くなった時の状況をね、比べてみるとですね、ある共通点がね、ありました。それはね、ちょっと体が動かせれるようになってきたということがね、共通点として考えられる気がします。まあ、その以前のね、その右半身の時はですよ、職場へプチ出勤してたので、まあ、その時期なのでね、今回の左半身はね、このチャリ活とね、この腕立て伏せをし始めてから、徐々に出てきているので、きっとこれやなぁと思います。で、ほんでもう一つ考えられることがありまして、これね、ただの筋肉痛やなぁって思ったんです。まあ、きっと何もせずに、このチャリ活もね、腕立て伏せもせずにですよ、家でじっとしたら、こんな筋肉やこの筋とかがね、こう、痛々ってなるようなことはね、なかったと思うんです。まあ、左半身だけがね、痛くなるまでは何もしてなかったので、まあ、チャリ活だけやってたら、まだ何も出てこなかったけど、それに加えてね、この腕立て伏せですよ、それをやり始めてみると、急にね、痛みが出てきたのでね、もう筋肉が無理したんでしょうね、これ。今無理してると思います、本当に。んで、その主に出てくる副作用っていうのはね、やっぱりその、体の中、こう内臓とか臓器っていうんですかね、胃とか腸とか肝臓、腎臓。まあ僕の場合は、今は目と、目の乾燥とね、口の中のただれなんですけども、これはね、その、わかりやすく副作用と言ってますけども、GVHD。移植変態宿主病というね、病気の一種なんです。移植変、ドナーさんの細胞、宿主、患者さんの細胞、移植変と宿主、こっちが移植変と宿主が対立してしまうことで発症する症状です。骨髄移植のようなその移植後ですね、100日前後までに見られる症状が急性 GVHD と言いまして、移植100日以降に出てくる症状がね、慢性 GVHD と言います。急性期ではね、最初の急性 GVHD はですね、先ほども言いました、その胃や腸といったね、臓器障害が主に見られます。で慢性期、慢性 GVHD はね、今の僕のようにですね、この目と口腔内とか、皮膚の表面に出てくる障害がね、見られます。ちょうどその、前回、前々回か、まつげの話の時にお話しした時に、ちょっと、ちらっと見せたでしょ。この僕の、この辺の、シミみたいなね。こういうのとか、この肌の今、近づいたらちょっと汚いからなんですけども、ちょっとボコボコとかね、ガサガサはしないんですけども、ちょっと肌
荒れてたでしょみたいな感じの跡になってるんですよ。でそういうのもそう100日以降の100日以降か100日以降にそういうのがガサガサガサってすごい一遍に現れてきてね、それも慢性 GVHD の影響で、肌にシミが残るようになってしまいました。まあ、それらを抑えるための、ね、免疫抑制剤なんですけども、まあ、それの分量がさ減ってきて、まだそのドナーさんと患者さんに、ね、まあ、僕自身の、ね、細胞がね馴染み足りなかったら、まあ、先ほども言いましたようにこういった、ね、副作用がですよ少しずつ出てきますというかもうその治りかけてるのまた延長線かよみたいなね、こっちが延長線かよっていう感じになってしまうんです。だからね長いこと時間かかります本当に。まあ、骨髄移植の目的はですね、ドナーさんの細胞が完全に患者さんに馴染んで健康な細胞に切り替わってくるのが目的なんです。ただ、まあ先ほども言ったようにね、時間がかかるんです。本当に大変です。まあ早いことね、馴染んでもらうためにね、戦わせたらいいんですけども、その戦ってる時に、その最中にこういう副作用が出るんで、まあ、その最中はね、もう下痢嘔吐であったり、その目の乾燥、口の中のただれ、発熱って全身の痛み、まあといったね、症状が出てくるので、あの心も体もね、耐えられへんから、免疫抑制剤でその症状をね、穏やかにします。これはあのほんまに生きていかれへんというかもう生活できへんでっていうぐらいの状態になってしまう場合があるんで、もう仕方なく免疫抑制剤を飲まなダメなんです。まあそのね途中から話が難しくなってきましたけども、前半の筋肉痛はどこ行ったんやった感じですよね。まあ、でも筋肉痛とはいえ病気が病気なだけにね安らないんですよ。やっぱり何かあったらすぐに病院に相談せなあきませんし、ね、もう何かあったからじゃ本当に怖いんでね。まあ最近始めてるチャリ活やね、腕立て伏せといった運動もですね、まあその病院からですよ、運動しなさいって言われてるので始めてます。まあ、ただ無理しないようにしなければいけませんけどね。まあ、自分がやったことによってどっか痛くなるということは、それなりに無理をしてしまってるので、皆さんもね、もし運動してどっか痛いなってなったら無理しすぎなので、あまり無理をなさらないでください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。